はい、堺養魚場さんの産経、5歳メスでサイズの方が79センチ親鯉スーパービッグローズです。お願いします。はい、こちらも堺養魚場さんの産経となります。親鯉スーパービッグローズです。スーパービッグローズの親鯉もですね、私ずっと知ってるんですけども、この鯉はその 親にも負けないぐらいの体型をしております。この大筒の形は親にそっくりですね。スーパービッグローズ自体はずっとうちで飼った魚で、それを堺さんが親に使っていただいてるんですけども、もうその頃からこの大筒のがすごい、スーパービッグローズ自体は太くてですね、この鯉はその時から2歳、当歳、2歳、3歳、4歳とずっと毎年見てますが、当歳の時からひときわ太い小筒で、体のいい産経でした。寸法も79センチとよく伸びております。こちらも新潟のこの鯉は今年は新潟の野池から上がりました。もう水の影響なのか、先ほどの鯉も同じなんですけど、同じ池だったんですけども、全体的に今年そこの池は炭があまり良くなく、買ったのが現状です。今年のこの鯉もですね、当歳の時からずっと野池入ってます。当歳、2歳、3歳、4歳と野池入っておりました。まあ今年からはですね、潜水でいいんじゃないかなと思います。ここにも炭があります。ここにも炭があります。ここにも炭があります。後半にも炭があります。まだまだですね、炭が今出てないから、全く出ないということはないと思います。潜水で1年飼ったりすると急に化ける鯉がおりますので、その辺も感じていただきたいと思います。それにしてもこのボリューム感はものすごいものがありますね。ちょうどここにゴミ取り網があるんですけども、この大きい網、よくご存知の網なんですけど、比べていただいても体の太さ、変わらないと思います。はい、重いですもんね。重たいですね。さっき僕も申しましたけど、相当そうですね。これマルチネットの30と比べていただいても、このロングマルチの長いやつなんですけども、すいません、こんなの叩いてしまって申し訳ないです。それぐらいこの鯉は幅がありますね。はい、この1メーターのたらい中でも溢れ出るような感じがします。はい、縦です。はい、このほとんど今野池から上がって餌やれてないんですけど、すごいですよ。はい、こちら側もまさにビッグローズって感じですね。はい、ごついです。はい、お腹です。まだまだお腹にも余裕があります。この鯉の魅力はやっぱこの大筒ですね。手よりこの、見てください、大筒太いです。はい、後ろから見ていただいて、おー、でかなりそうですね。ズドンしてます。まだ伸びそうな感じ。そうですね。はい、息止めます。結構照りもありますね、便利に。ずっとドロドロで、野池野池で追っかけてきた鯉なので、荒々しさはありますけども、潜水で飼ってですね、仕上げていっていただければ炭も出てくるんじゃないかなと思っております。はい、なぜその炭が浮くっていうことも少しは言えるかと言いますと、この後ろの炭見てもらうと、結構まだ芯のある炭がありますので、まあ後ろから炭も結構決まりやすいことがありますので、その辺もこの鯉の希望ですね、と思っております。はい、いかがでしょうか。こちら堺養魚場さんの産経、5歳メス、サイズが79センチ、親鯉スーパービッグローズです。ぜひよろしくお願いします。